信じられないぐらい明るくて綺麗です。レンズをね直接当てて撮ってますけれども、こんな感じでね Android TV が利用できます。今ねこんにちは、戸田悟です。今回はですねヘッドマウントディスプレイですね、 Gubis G3 Max お届けしますが、めちゃめちゃいいですよ。めちゃめちゃいいです。目の前にね映画とかね動画が広がりますよ。素晴らしいです。今回はですね大注目の新製品のですねヘッドマウントディスプレイGubis をですね紹介していきたいと思います。正式な型番は Gubis G3 Max というですね新モデルになります。こちらねケースに入っておりますけれども、ちゃんとね説明書はクイックスタートガイド日本語もね、説明書もついておりますので、まあね実は簡単なので説明書見なくても使えるくらいなんですけれども、ポイントはきちんと解説されておりますので、このクイックスタートガイドさえ見れば誰でも簡単に使えると思います。最初にですね中に入っているものね、このケースのね中に入っているものを紹介していきますが、これがねヘッドマウントディスプレイの、まあ、メインの部分ですね。でこれが頭にかける部分になります。このねベルトとかを利用して、これ後でもちろん組み立てるので、それでね分かりやすいと思いますけれども、でレンズを拭く専用の布ですね。それからですねこのアダプターがついてるんですけど、これによってね様々なデバイスが利用できるんですが、これもね後で分かりやすく紹介します。でこのアダプターに使うケーブルが2本入っています。はい、それではですねこのね2点のパーツを使ってヘッドマウントディスプレイがですね頭にね装着できるように組み立てていきます。作業は簡単で、ここにねこういう出っ張りがあるんですよ。でここにへこみがあるのでこう刺すだけです。まずねカチンと今落としましたけれども、これでこう頭に乗るわけですけれども、これだけだと落ちちゃうんで、ここにねベルトをつけていきます。こちらのベルトなんですけど、ここがねゴムみたいになっていて、こうちょっと伸びるようになってるんですよ。でこれでねピタリ固定できるようになっております。でこのベルトをまあ簡単ですよね、こうやってつけてこうやってつけると、もうこれだけです。でただ頭のね大きな方小さな方いらっしゃると思うので、その場合はこの位置をねこういうふうに調整できます。ここのベルトの長さで全体のね圧迫感というかね頭への締め付け感を調整できるので、頭のサイズに合わせてここは変更をしてください。それではですねまずこの状態で重量をねキッチンスケールによる参考値ですけれども測ってみます。 470g、 ヘッドホンとかと比べるとちょっと重いですよね。ところが実際ね僕試してみて感じたんですが、あまり負担のないような仕組みが用意されてます。実はですねこの部分がですね頭に当たるんですよ。裏から見るとこんな感じになってます。でここもね柔らかくなってますけれども、この部分が頭に当たり、かつこのベルトで締めることによって1点ではなくて 1,2 まあ3点4点ぐらいで頭にね保持するので、意外にですねこれねつけていてもそんなにね重さを感じることはありません。もちろんねめちゃくちゃ軽いというわけではありませんが、うまく重量のバランスをとっているのでそんなに重くないと思います。はい、ヘッドマウントディスプレイの左右にですねこういうダイヤルがついてるんですけれども、これはね近視の度数を調整するダイヤルなんですね。僕いつもメガネかけてますけれども近視なんですが、メガネを外してこのダイヤルを回すとですね、まあ、ちょうどねくっきり見えるように調整ができるわけです。でねこのダイヤル左右についてるんですが、もう見てください、これ金属のカチカチカチっていうね音が今聞こえてると思うんですけれども、感触ね回ります。さすがねちょっと高級モデルだけあるなというですね、とても質感もよく、回したね感じもちょっとねうっとりするようなダイヤルになっております。はい、でこれがですね下の部分なんですが、ここにねスライドできるレバーがついてるんですよ。これ何かというと、今ねここのレンズが動くことがわかると思うんですけれども、はい、動かすと動きますよね。これ瞳の位置をね調整するレバーです。これも自分が見やすい位置に合わせることによって、まあ、ぴったりね画像が合うようになってます。だからこの辺はアナログの手動なんですよ。だからこそ自分に合わせてね微調整ができるので非常にねいいと思います。はい、でここにねボタンがあるんですが、これはですね明るさをね上げたり下げたりするボタンです。でこのね明るさ上げのボタンを長押しすると、ここにね呼吸ランプっていうのがあるんですけれども、まあ雰囲気ですけれどもね、このランプが光ります。後でちょっとやってみますけれどもね。で今回はちょっとねコンテンツがないのでやりませんが、 3D も対応してます。でこちら側はもう見れば分かりますけれどもね、ボリュームのボタンとなっております。はい、でこの製品は中にバッテリーは持ってないんですよ。だからまあ長い時間ね見ることできますし、この製品自体の充電を気にする必要はないんですね。で逆にこの製品バッテリー持ってないのに充電すると壊れる可能性があるので、まあ、充電はしないでください。まあ当たり前ですよね、充電できないわけですからね。
で、ここにねケーブルをつなぐんですけれども、2つケーブルのポートがあります。ここですね、まず1個目、ここ正面につけて右側の下の部分、それからねこの上にもあります。タイプ C ポートですね。どちらを使っても OK です。今回は僕はこちらをね使って操作していきます。はい、こちらのですねグービス G3 MAX ですが、基本的にはこういう格好をしてますけど、モニターだと思えばいいんですね。でタイプ C ケーブル1本で映像出力できる iPhone は、15ですね、 iPhone15、 これプロですけれども、つないだだけで映像が表示できます。でパソコンの場合はこのね付属してくる変換アダプターを利用して HDMI でね出力ができます。映像の出力ができます。で、対応してるスマホ持ってないけれども、要するにですね映像出力できないスマートフォンの場合は HDMI に変換してね出力する必要があるんですけれども、対応するスマホ持ってないよと、いちいちそういうの購入するのが嫌だという方は別途ねこのメーカーの製品を紹介しますので、そちらを使うと簡単に利用することもできます。まずね iPhone とパソコンのね映像がどういう風に見えるか紹介していきましょう。はい、今画面真っ黒ですけれども、これ当然ね何も繋いでないので、これからね iPhone に繋いでみます。 iPhone に繋ぎました。ちょっと待っていると映像が出てくると、はい出ましたね。実はですねこれ見づらいじゃないですか、もうカメラの限界がありまして、ヘッドマウントディスプレイいつも撮影するときめちゃくちゃ苦労してるんですけれども、両目で見るべきものを片目で、しかもカメラで撮ってるのでこうなっちゃうんですが、実はですねスマホで見るともうちょっと綺麗に見えるので、スマホでね撮影していきます。はい、今スマートフォンのですねカメラでちょっと無理やりに撮影してますが、文字がねピントがあってる真ん中の部分くっきりしてるのがわかると思うんですが、なんとですね解像度は 5K なんですよ。2560×1440 の、モニターがね2個ついてる形になります。でちょっとね YouTube を再生してみますよ。で YouTube、 僕の YouTube を再生して、はい、横にします。はい、今ですね非常にくっきり見えてると思いますが、実はこれはこのねヘッドマウントディスプレイのレンズにスマホを合わせて動画で撮影しております。なのでシマが入ったりいろいろしてますが、恐ろしいほどくっきりしてるのがわかると思うんですが、肉眼だとですねもうこの数倍くっきり非常に綺麗に見えます。なんとか今撮影しているという感じなんでご容赦いただきたいんですが、こういう風にね iPhone でしたらつないだだけで動画コンテンツが楽しめます。はい、今ですねパソコンと接続してみました。付属のねアダプターを利用して HDMI でつなぎ、あとは Type-C ケーブル、さっきまでつないでいた付属のケーブルを、ヘッドマウントディスプレイに接続するだけで OK です。頑張ってスマホのねカメラでヘッドマウントディスプレイのレンズにレンズを合わせて撮影してますが、このくっきり感分かっていただけると思うんですが、はっきり言ってですね普通に Windows の作業余裕でできます。非常に解像度が高くて文字もくっきり見えてます。今ねこれ皆さんが見ている画面はスマホで無理やり撮影しているのでちょっとね揺れたりいろいろしてますが、こういうこと一切なく本当に目の前にね高解像度のディスプレイが置かれている様子を想像してください。非常に綺麗に映ります。はい、今ですね僕実際に装着しています。もう見てるのはパソコンの画面なんですけれども、まずですねやっぱりね負担をね、何箇所かで分散しているので負担感少ないです。でね信じられないぐらい明るくて綺麗です。 Windows の今画面表示してますけど余裕で作業できます。作業できないのは首動かしちゃうと画面動いちゃうんで、首をね動かさないように気をつければテキスト入力とか全然ブラウザを見てももちろんねいいですし、動画を見るのにはね文句なしですよね。非常に明るくて綺麗で感動してます。で文字もねしっかり読めますよ。で、最大ね 120Hz のリフレッシュレートと 0.01ms のですね応答時間というスペックも今僕画面上のメモを見てお話ししてるんですよ。だから映画にもゲームにもこれいけますよね。でびっくりするのが結局ね今給電してないんですよ。パソコンと HDMI ケーブルでつなぎ、アダプターからヘッドマウントディスプレイまではタイプ C ケーブルでつないでるだけでこんなに明るいんだっていうぐらい明るいです。これね映像を見ているだけではもったいないですね。パソコンとつないでいろんな作業をするのにも非常にねおすすめです。で今ねここのねランプついてると思うんですけども、これがねさっきお話しした、まあ呼吸ランプというランプになります。はい、それではねちょっとスペックを改めてお話ししていきたいと思いますが、解像度は 5K の OLED を採用しておりまして 2560×1440 が2個ですね。で20インチ先に1000インチの画面があることをシミュレートしていると、まさにねそんな感じです。
で、1インチあたり3528ピクセル、視野角度46ピクセル解像度、DCI-P3 の 95% 色域カバーって、色もね、めちゃめちゃ綺麗で、本当に明るい。ただ、明るすぎる場合は調整できるのでね、そこは心配ないです。で、歪みが 2% 以下ということで、実際ね、瞳の位置と自分のね、近視の調整をぴったりいくとですね、本当に歪み少ないですね。で、10万対1のダイナミックコントラストということで、本当にね、白と黒くっきりしてます。オーレットですからね。で、120Hz のリフレッシュレートと 0.01ms の応答速度でゲームとかね、動画にも最適ということで、まあね、で、ちょっと今回できなかったんですが、ブルーレイの 3D にも対応しているということです。非常にね、クオリティ高いです。で、はい。で、スマホとかパソコンにつなぎたくない、もっと気軽に使いたいという方は、もちろんね、両方つないでもいいんですけども、こちら、Gubis D4 ドングルというですね、専用のメディアプレイヤーがあるんですね。で、これ何かというと、実はこういうリモコンもついてまして、要は、Android TV がこの中に入っていると思えば、わかりやすいですよね。で、ケーブル1本でつないで、バッテリー内蔵してるんですよ。8000mAh の最大で6時間再生できると。ケーブル1本でつないで6時間コンテンツが楽しめるというわけです。で、さらにこちらにね、 SD カードスロット等があるので、それをね、利用することも可能です。ではね、ちょっとね、映像を見てみましょう。はい、またですね、頑張ってスマートフォンの動画撮影機能で、レンズをね、直接当てて撮ってますけれども、こんな感じでね、 Android TV が利用できます。今ね、リモコンで操作してますけれども、実際はもっとめちゃめちゃ綺麗に見えますよ。まあね、こんな感じで気軽に使えるので、非常にね、これはこれで便利だと思います。はい、今紹介したですね、Gubis D4 ドングルメディアプレイヤーを使う場合は、このセットで利用できます。電源も何もいらないです。ここにね、バッテリー内蔵されているので、ここから HDMI ケーブルを出して、あとはね、Type-C ケーブルで繋ぐだけ。で、操作は手元に持ったリモコンでできます。非常にね、この気楽なセットでも利用できますし、スマートフォンがつながる方はスマートフォンで利用しても OK です。で、直接 Type-C ケーブルでつながらないスマートフォンは、ここにね、アダプターをつないでスマートフォンとつなげば OK ですけれども。はい。一番気軽なのはやっぱりこれの利用ですね。Gubis G3 Max レビューしてきました。いかがでしたでしょうか。このヘッドマウントディスプレイは本当にすごい。とにかく綺麗です。くっきりしてます。で、気になる価格なんですが、動画を撮ってる時点ではね、まだちょっと予想価格ということなんですが、まあ、19万円ぐらいということで、概要欄からね、最終的な価格は、チェックしていただきたいと思います。僕の評価はですね、過去見たヘッドマウントディスプレイの中で最も綺麗だと思います。僕の評価は、高得点の80点つけたいと思います。このね、画質だったら、パソコンでの作業もちゃんとできます。でも、90点等つかなかったら、やっぱりちょっとね、高いですよね。取り回しもいいし、充電も不要だし、非常に便利なんですが、もうちょっと安くなってくれれば85点90点つくのではないかなと思っております。以上、 Gubis G3 Max 紹介しました。なんかこのあたりトレンドとして来そうですよね。VR はね、僕来ないと思ってるんですが、ヘッドマウントのディスプレイは来るんではないでしょうか。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またですね、メンバーシップスタートしております。このメンバーシップに加入していただきますと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待いたします。で、この戸田悟ファンクラブでは、毎月ですね、僕がレビューした製品の一部を抽選でね、プレゼントしております。月によって変わりますけれども、パソコンやね、充電器、キーボード、いろいろなものをプレゼントしておりますので、ぜひご参加ください。もちろんね、メンバー限定のライブ配信や各種イベント等もあります。